さん。待ってましたよ。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。今年もいいワイツレーザー入ってるんで、見てってください。マジですか。はい。じゃあちょっとお邪魔させてもらいます。どうぞ。これですね。そうです。どうですか、このラインナップ。もう圧巻ですね、これ。圧巻ですね。これ今年もいい商品、期間が入ってきてるんで。お、ぜひじゃあ、早速着ていってもらいましょう。はい、お願いします。谷川さん、2021年 Y2 レザー始まりましたね。始まりましたね。今年もまた商品説明よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ではまず今着てもらってるのが、これが、今年の新作になる、オイルソフトレーザーを使った L2 ですね。特徴としてはどんな感じですか？そうですね、もともとのミリタリーウェアをベースに、フライトジャケットをベースにして馬革で製作された商品ですけども、一応ベースがこちらの方になってます。これをホースハイドで仕上げた商品。で、一応かなり柔らかいんですけど、ちょっと見た目では分かれないとは思うんですけども、馬革やのにこのしなやかさっていうのがすごく特徴で、かなりオイルを含ませてるんで、その分すごいしなやかで、まあ、光沢感もありつつすごく革のレザーも柔らかいので着心地がいいですね。ちょっと見た目ではわからないかもしれませんが、すごく柔らかいです。非常に柔らかいです。なんか見た目もすごいですね。そうですね、あ、でも柔らかいほんまに柔らかい、はい。まあ、厚さは1ミリほどの厚みで、そのかなり油分オイルを含ませてるんで、その分すごくしなやかに仕上がってますね。ちょっと肘も上げてもらっていいですか？はい。なるほど、はい。馬側でこの滑らかさっていうのはなかなかラムレザーのような風合いとか、ちょっと雰囲気がちょっと感じられますね。すごく着心地はいいです。で、 L2 の特徴のようにちょっとこの辺の袖のゆったりちょっと作ってますので、うんうん、はい、本当にザッと羽織ってもらえるようなジャケットになってます。まあ、でもゆったりしてるけどシルエット的には綺麗な。そうですね、ナイロンのね、あの辺のちょっとね、身幅が広くてとかいうのはちょっとリサイズされてるのかなという感じですね。あとはポケットとか。そうですね、ポケット、この辺のディティールもすごくこだわってるんで、シガレットポケットも忠実に再現してます。あと裏地とかその辺はどうですか？裏地もオリーブで統一されてます。なるほど。で、ポケットが？内ポケはなしです。あ、内ポケはなしなんです、はい、ポケットはここだけですね、うん、これを。なるほどです、はい。手入れたらどんな感じです、深さ？あ、ちょうどいいぐらいの深さですね。と、あと後ろ、まあ、すっきりした感じですよね。そうですね。で、検証ついて、はい、おしゃれですね。で、価格帯も非常にちょっとリーズナブルになってますので、まあ、ガチガチのレザーにちょっと抵抗があるっていう方はすごくおすすめです。カラーは、当店はオリーブ一色のみ。お、渋いところできましたね、はい、L2 のカラー。ちなみにサイズって、こちらの着用しているサイズは38。38、谷川さんで38ジャストってことですね。そうですね、ちょうどよく着てます。なるほど、シルエットも綺麗なんで、これは今年いい感じですね。